んめんこまんよ、ありがとうございます。ちんぎさんありがとうございます。あ、そうなんですよ。なんかありがたいことになんか卒業公演をしていただけるっぽくって、ですけど、あの卒業公演があること自体もしていただけることも、あの今もその卒業公演に関する話一個も聞いてなくって、だから全然わかんないんですよね。なんか本当に何がなんだかって感じで、いててて、卒業公演本当にあるんですかってマネージャーさんに聞こうかなって思ってるぐらい、私は何も知らないんですよ。え、全く知らないの。だから瀬戸利がどうなるとかも分かんないし、誰が出るとかも私は全然決めてないので、なんかあの本当にあるのかな、どんな感じになるんだろうって感じなんです。台湾ゆるうらさんありがとうございます。あきらさんありがとうございます。うん、そうなんです。あゆみんさんはなんか先に知ってたみたいで、あゆみんさんから話を聞いてたから、 あゆみんさんはやってもらえるんだと思ってて、私はやってもらえないのかなみたいな、まあ、研究生だしなみたいな思ってて、そう思ってたんですけど、していただけるみたいで、でも未だにちょっと本当なのか分かんないって感じ、どんな感じなのか全く分かってないんですよ私も。リュウツーさんありがとうございます。ん、私は多分広島なんじゃないかな。え、おお七千しずさん、くまさん、たくさんありがとう。七千しずさん、くまくま、ありがとうございます。コバありがとうございます。あ、そうなんですよ。あとティーフも、そうティーフもびっくりした、スタジオでティーフに出れるらしくて、嬉しい。そう、出れると思ってなかったのですごく嬉しい。今回 ST のユニットごとに、あとは青いひまわりとティーフ選抜でティーフに出れるみたいで、すごい楽しみです。津田ちゃんもありがとうございます。いっぱい今日も可愛い。本当ですか。深夜さんありがとうございます。そう、嬉しい。ティフはギリ8月、え、そうなんですよ。私8月11日に卒業しますって言ってるんですけど、それまでの間にすっごい、やっぱアイドルって夏とお正月が忙しいって言うけど、本当に今忙しくって、ありがたいことにいっぱいお仕事があるので、なんか本当に卒業するのかなって感じ。今めちゃめちゃいろんな活動させてもらってるので、そう詰まってるんですよね、なんやかんやで。すごい充実してて楽しいです。まあもうあとちょっとだし頑張ろうと、前より気合を入れてどのお仕事も頑張ってます。もともと気合入ってたけど、さらにこれが最後になるかもしれないって思ったらいつもすごい全力でやってます。まあ元から全力だけど、誕生日に推しが卒業します。え、マジ？そう、8月、あ、8日に卒業公演したら9日に握手会で、9、10、11がラストの握手会になります。握手会の浴衣は去年は用意していただいたものを着たんですけど、今年は自分のものを持っていこうかなと思ってて、そう、私のおばあちゃんが昔あのお着物とか和服、そういうあの浴衣とかを売ってる
お仕事をしてて、おばあちゃん家にすごくいっぱいお着物があって、その中に浴衣も何個かあって、めっちゃ昔のやつなんですけど、ママが小学生ぐらいの時とかのやつなので、めっちゃ昔のやつなんですけど、めっちゃ今でも綺麗だったので、それをおばあちゃんに借りて今クリーニングに出してます。それを着ようかなって思ってる。でも27もあの花火大会のイベントがあって、9日と11日も浴衣なので、握手会がだから、そう、何着か持っていこうかなって思います。そうそうそうね、みんな大変そうね、してる仕事。ちょうどあと1月ぐらいですかね。そうですね、今日13日なので、8月11日なので、ちょうどあと1ヶ月切ったぐらいですかね。うーん、寂しい。シェーバーありがとうございます。ああタワーありがとうございます。ちょーほんまにタワーありがとうございます。お兄ちゃん、7月15日の握手会はあかりに会いに来てね。タワーありがとうございます。そうなんですよ、7月15日のなんか東京に ST48 号が行くやつ、なんかもう向かってるっぽいけど、それのなんか式に出るんですけど、パフォーマンスと式と、あとなんか握手会もできるみたいなので、東京っていうか関東の方に住んでる方、ぜひ7月15日待ってます。そう、このタワー建ててくださった方のね、お名前がそうなんですよ。あ、やばい、もう画用紙があとちょっとしかないです。いっぱいみんなからのおかげで、あとちょっと寝ないと。なんか船移動してるっぽいですね。もうでもすごいよね、あの広島から東京まで ST48 号で移動したらめちゃめちゃ時間かかりそうだけど。13、アベッチタワーありがとうございます。ありがとうございます。徳島で船通るんだ。へえ、シャワーないの ST4 とか。あったらでもメンバー人気すごそうだね、シャワー。紀伊半島の真下らしいですよ。一般人になるの、一般人になりますね。一般人になります。可愛いなと思ったら STU なのね。 STU の代わりさんぱない。嬉しい、ありがとうございます。
そう、今日はちょっとポニーにしてます。髪の毛巻いたんだけど。お元気ですよ。船酔いやばい人でもイベント大丈夫ですか？イベント、うん、大丈夫だと思う。あ、なんかでもなんていうやろ、思ったより揺れるかもしれないけど、その日の体調が良ければ大丈夫だと思います。めちゃめちゃ体調悪くって、めちゃめちゃ雨で揺れたりしたらちょっとしんどいかもしれないけど、そんな大丈夫だと思いますよ。500円の水で体を洗える。そうですね、500円でお水も売ってますけど、500円でジュースとかコーヒー持ってるからね、絶対お水よりそっち買った方がいいんじゃないかなって思う。あー、タカさん、タワーありがとうございます。ありがとう、ありがとう。タワーありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。卒業したらインスタ頼むね。そう、やりたいけどね。やってフォローしてくれますか皆さん。やったとしてもフォロワー増えるかな。やりたいけどね。あ、私もよくね、あれです、船の時はジンジャーエールとかコーラとか買います。タワーですよ本当。あ、今ここにフォローするって言った人もあれだよ、名前覚えるからね。フォローしてなかったら本当にもう怒るからね。もしかしたらやるかもしれないです。 SNS、 インスタとかね、やりたいです。してほしい、してするんだったら、ね、もしやめて SNS やったらぜひ皆さんフォローしてください。そうね、なんかまあやりたいと思います。 Twitter かインスタか。ショールームもね、たまにできたらいいね。急にありがとうございます。来てください、待ってますよ。ドキドキワクワク。どうしようかな、ギャルにな、ギャルにはならないと思う、ギャルにはならないと思いますけど、ユーチューバーにもならないです。卒業後のやらやらの近況が知りたいとお願いします。じゃあやろうかな。戦場公演は今出てる感じだと、そうですね、あゆみんさんの卒業公演と私の卒業公演かな。だとダンス続けてほしいな。嬉しいですね。でも確かにやめたら歌いたい踊りたいってなるとは、もうそういう場所がなくなっちゃうわけだから、歌って踊ることしか楽しいことっていうか生きがいがない人間なので、それは思っちゃうかもしれないですね。
アナウンサーか声優か、おー嬉しい、でもそう言っていただけるの嬉しいですね。髪染める、染めると思いますね染めるかな、髪の毛もやめたら。いやでもね、本当にね、タピオカこの間もゴンちゃん2時間待ちとかで、ディズニーランドかよって思いましたとか言いながらね、自分もいつか並ぶんでしょうけどね。でなんかみちがめっちゃ面白いこと言ってたの。なんかそのタピオカ屋さんに並んでて、女子高生がゲットした女子高生がタピオカって美味しいけどさ、この下の黒いつぶつぶのやついらなくないって言ってたらしくって、あもう JK 怖って思いました、その話を聞いてみんなタピオカが何か分からずにとりあえずタピオカに並んでるんだろうなって思った。怖い怖い4時間も並ぶの？ディズニーより並ぶじゃん。ね、だからもう時代の、ね、流れっていうのは怖いですよ。みんなが持ってるから、みんなが飲んでるからでね、合わせて飲むんでしょうね、みんな。もう本当にゴゴティー飲んどけって話ですよもう私は本当にタピオカの話をするたびにめっちゃ思い出すんですけど、本当になんかホノタンさんが天才だなって思った話なんですけど、タピオカが売れた理由をなんかみんなで考えてたんですよ、船公演の時に。タピオカが売れたのってなんか名前だと思うっていうのね、ホノタンさんが言い始めて、最初意味わかんないなって思ったんですよ。なんでなんでですかみたいな感じで言ったら、じゃあタピオカの名前が芋コロコロだったら買うって言われて、確かにハッシュタグ芋コロコロだったら映えないなって思ったんですよ。タピオカとかタピってきたっていう文面でこうインスタ映えとかなってるけど、確かに芋コロコロ芋ってきただったら多分そんなにバズってなかったかもしれないと思って、その話を聞いた時にホノタンさんは実は頭がいいんだなと思いました。そうらしい。なんか豚骨ラーメン一杯分とタピオカのカロリーは一緒らしいです。天神行きたい。福岡行きたい。私ちょっと夢があって、大人になってキャリアウーマンになったら、私がキャリアウーマンになったらちょっと夜ご飯食べに行こうよで新幹線に乗って福岡で夜ご飯を食べたいです。みんなで鶏皮とか豚骨ラーメンとかもつ鍋とか食べたいです。私のちょっとした夢です。30代ぐらいになった時にやりたい。そう、私はなんか第二の人生を今考えているのでアイドルしかやってこなかった人生からの第二の人生を考えてます今。甲子園いいな。わかんない、広島で働いてるかもしれないし、そうじゃないかもしれないけど、まあとりあえずは広島出る気はなくって、めちゃめちゃやりたいことが見つかってそれが広島じゃなかったら出るかもしれないけど、そうみんなに言われるの、なんか結婚するなみたいな結婚するからやめるのみたいな言われるんですけど、いや結婚とか全然まだ考えてないですユニットくんもいいね。そうですね、とりあえずは大学卒業しなくては何もできないので、旅行も大好きだから、そうですね、 STU の間はなかなか旅行とかも
行けなかったので、そう当たり前だけど旅行も行きたいですね。いやいやいやいないです。卒業したらアマゾンの欲しいものリスト公開しよう。いやいやらしい、運転免許は持ってます。すでに結構早そうな気が。そうですか。でも私は割となんか堅実に人生計画を考えていて、何歳の時にあのアイドルを卒業する、何歳の時に結婚相手に出会う、何歳の時に結婚する、何歳の時に第一次を産む、何歳の時にって全部考えて今まで生きてきたのでその人生計画ではアイドルは23までやりたいなとは思ってたんですけどね結婚しようなそう海外とかも行きたいです。ゆっくり時間ができるのでこれからは。何歳の時に俺と結婚するって書いてる、面白い。それはうん、私はでも25、6で結婚したいんですね。20代前半は自分のやりたいことをやろうって決めてるので、それが今までアイドルだったのがこれから新しいものを見つけていかないとね、いかないといけないなって思ってるところです。ヨラママ何歳だろう。24か5とかだと思う人それぞれ。私の場合は今の自分の家族みたいな家庭を築きたいと思ってるので、そう子供も欲しいなって思ってるし、将来はそうだからそうあんまり遅く産めないから。大学はちゃんと卒業します。頑張ります。え、なんか本当に結婚相手の条件は髪の毛を乾かしてくれたらいいです髪の毛乾かす時間が一番嫌いなので、髪の毛を乾かしてくれたらもういいです。あとは私のことをちゃんと好きって言ってくれる人がいいですね。みゆみ推しの人ありがとうございます。まだね一応二十歳ですね。来年21です。21の代なんだけどね、早生まれなので。留年したけど僕も卒業頑張ります大丈夫。ユラも絶対みんなと同じ時には卒業できないから、でもそれでも頑張る。平日なの。そうなの。エイティさんありがとうございます。好きなそうまあでもね、やりたいことに年は関係ないです、本当に。やんちゃおじさんありがとうございます。お、マイナーのソムリエさん、タオありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。タカさん、キヨさんありがとうございます。すごい、さんありがとうございます。私皆さんのツイッターとかチェックしてますからね、今でもちゃんとゆらめるとか。マイナーのソムリエさん、タワーありがとうございます。ありがとう。
カムリエさん、ありがとうございます。見てますよ。タコさんいっぱいありがとう。あーべっちん初見だけどこんなにいい女性ならもっと早く来ればよかったね。嬉しい。遅いよ。見てるよ、見てる見てる見てるよ全部。怖いでしょ。弓推しの人ありがとうございます。卒業公演おめでとう、行きたいけど楽しい人に悪くて申し込めない。でもたくさん来てほしいね。面白いなって思って見てます。それではさらけ出してください。前から2列目、おバンキッシュね、めっちゃ盛り上がって、今までのライブの中で一番って言っていいほどなんか盛り上がってめっちゃ楽しいライブだった。私の中でライブバンキッシュは例えばみゆみゆが何かあるたびにゆらゆらって書いて、かわいい、もう本当にかわいい。やめてもやめても連絡取ってくれるって言われました。当たり前です。もう本当にあんなにね可愛くて、あんなに性格が良くて、あんなに頑張り屋さんで、あんなに天才的な子はもういないですよ。本当に才能の塊、魅力の塊です。そんなこと言ったらどのメンバーもなんだけどね。たくさんありがとう。なげん、私もいっぱいいろんなことをみゆみゆさんのように話してます。結構年離れてるけど全然話せる、何でも話してますよみゆみゆさん。私あれなんですよ、カラオケでねミミミを歌ったんです。でミュミュさんに送ったんですよ。送ったの何だったっけ、流せるレベルかな。これをねカラオケで歌ってみゆみゆさんに送りました。ねこれをあゆみんさんにも送ったら本人かと思ったって言われた。そう歌って送りました。本当？嬉しい。結構似てるって言ってもらえて嬉しい。
ですよ。そう、卒業発表もね、いろいろあったんですよね、日付のことに関しては。そうで、連日な感じになっちゃいました。私の中でこのミミミの本家はミュウミュウさんなんですよね。ではそろそろ、いつまで居座る気？ごめんなさい、8月11日にはやめるので、うん、カラオケ歌って終わろうかなと思います。あら、今日ハロコンやってるの？広島いいな。ちょっと拾っちゃった。何曲か歌って終わりにしようと思います。何にしよう。何か聞きたい曲ありますか？メルヘンネビは歌えないんですよ、48の曲。48、46さん、イコールラブさん、ラストアイドルさんでお願いします。意外にマンゴーいいね、好きや。めっちゃ踊りたかった、意外にマンゴー。そう、やりたかったな。
バンドワゴン。この街を歩くとどうして知らぬ間に早足になるのだろう。そう、誰もが自分の大事なもの奪われないかと不安になるよ。最近はね、大人サバイバーばっかりね聞いてたので、久しぶりにこの曲を聴きました。なんかアイドルの曲入れてたっけな最近。そう、雨のピアニストがないんだよね、残念なことに。雨のピアニスト入ってたよね、やりたかったんだけど。残念。サバイバートゥ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 ルルルルルル。あと40の曲最近はね、ちょっとバンドを聴くことが多くてね、バンドの曲ばっかり入ってるんですよね。快速と動体視力いいね。じゃあこれがラストかな。抱きしめられたらこの間歌ったんよ。そう、結構歌ってるかもしれない。あ、そうだよね、ココアさん絶対エロいやん。快速は止まらない、通過する片思い、電車の窓ほら一瞬だけどホームの上君の姿。毎日同じ時間に合わせて登校するのは理由がある。途中で見かける可愛い彼女に恋してしまった。あれから僕は
からずっと見ているよ。髪型を変えたらね、切なすぎる脳内視力、快速は止まらない、ときめきはクレーシェン、近づく駅ほら幸せな時、快速は止まらない、通過する片思い、電車の窓ほら一瞬だけどホームの上、君の姿本当は授業に遅れていいから各駅停車に乗りたいんだ、あの駅止まって乗車してくるだろう、目と目があったら即死しそうさ、そんな勇気なんて僕にあるわけない、どんどんと良くなるのは関係じゃなくて脳内視力、プラトニック止まらない、このままで構わない、ハートのウォークキュン、君は遠くでプラトニック止まらない、思い出が早すぎる、もうすぐ冬キュン、ガラス窓が息で曇る、君が見えない、快速は止まらない、ときめきはクレーシェン、近づく駅ほら幸せな時、快速は止まらない、通過する片思い、電車の窓ほら一瞬だけのホームの上、君の姿ラッシャーはだってなぜか簡単にその姿見つけられる、走っているのに動いているのに、そうさ君だけは止まっているように、 I love you。 バイバイ、ありがとうございました。あー、ナナセンシズさん、クマさん、ありがとうございます、ありがとうございます。クマさんタワーだ、さっきもここくれましたよね、ありがとうございます。マジで一生咳治らないんだけど、何なんだろうねこれ、ずっと前からしてるんだけど、ナナセンシズさん、クマさんタワーありがとうございます、ありがとうありがとうございます。はずみさんもありがとうございます。ST のゆらりんことゆらあかりです。なんですけど、そろそろ。そろそろ
終わりにしたいと思います。ゲリラだったんですけど、皆さん見に来てくださってありがとうございました。30分って言ってたんだけどめっちゃやっちゃったねありがとうございます。ついでに卒業も早い。それではランキングを見たいと思います。13位清美、ありがとうございます。12位リンマオさん、あと8月8日当選することになってください。祈ってます、ありがとう。こんばんは、ありがとう。そして11位がしんいちさん、ありがとうございます。10位がタニュリップスさん、ありがとうございます。9位が元気くん、ありがとうございます。8位がルカさん、ありがとうございます。7位がリガメオ、ありがとうございます。6位がみえみえをしない人、あとゆらあかりすちすちまんさん、ありがとうございます。5位が伝説のひでぽん、あと7月15日に会いに行くね、ありがとうございます。4位が七千静さん、仕事中ゆらあい、ありがとう。くまさんタワー、ありがとうございます。そしてマイナーのソムリエさん、ありがとうございます。そして2位タカさん、ありがとうございます。そして1位1位はお兄ちゃん、7月15日の握手会はあかりに会いに来てね、ありがとうございました。ということで配信を終わりたいと思います。皆さん来てくださってありがとうございました。それではバイバーイ。